三井アウトレットパーク三井アウトレットパーク台中港三井アウトレットパーク台中港は台湾台中市青切西区台湾大道10段168港にある三井アウトレットパーク系列のアウトレットモールである三井不動産と港倉内閣古墳有限講師が提携して2018年に開業したアウトレットモール台湾では店舗目の三井アウトレットパークで 海外では他に、マレーシアに三井アウトレットパーククアラルンプール国際空港セパンが2015年に、三井アウトレットパーク台湾林口が2016年に開業している。台湾には2021年に、同じ三井不動産の三井ショッピングパークララポート台湾南港、2022年には三井アウトレットパーク台南、2023年には、 三井ショッピングパークララポート大中がオープンする予定になっている。台湾の中部、台中市にあり有名な観光地や台中国際空港にほど近い場所にある。台湾中部では最大級のアウトレットモールで約170店舗が軒を連ねている。その中には世界的に有名なアディダスやリーバイス、ラコステなどはもちろんのこと日系ブランドの成功やワコール。 アシックスなども出展している。飲食店舗では日本でも人気の外食チェーンであるクシア物語やお好み焼きの鶴橋和樹シュークリームのビアードパパなどが出展している。また敷地内には観覧車の台中の星間天理にや室温スキー場のスノータウン、室内遊園地の遊び、スクエアがありアミューズメントも充実している。当施設はアクセスが良く。 気軽に立ち寄ることができるようになっている。ありがとうございます。